大好きさ、そう、やります。その一言を待っていました。早速現地へ向かいます。アイテムレベルはようやく255になりました。レイドファインダーで練習すれば私たちだってきっと攻略できるはずです。断層からは本当の地獄だって噂されとるからな。気を引き締めていくで。戦闘編の山場、変形するロボットクルーズチェイサーがコードネームストロベリーパッケとブルーハワイに襲いかかる。果たして無事攻略することができるのか。ハンドル、車のハンドル回すみたいに再開するやつ。危ない。完璧やで。端っこで二人死にましたね。初めて飛行機乗れましたね。これあれやったっけ、なんか大角に玉移動させるやつやったっけ。よーく考えよう。補修は大事だよ。ちょ、このタイミングでエジワルせんといてや。うわー、もうわからん。なんか大角いっとったし、この辺りちゃうの。ストロベリーパッケは知らないのである。戦士についた弾の誘導位置は基地に固定だということを。あ、なんかうまくいったんとちゃうのこれ。壊滅しとらんや。ストロベリーパッケは知らないのである。ここで壊滅する条件を。なんかとりあえず落ち着いたっぽいからベストにしておくわ。何度も言うが、ストロベリーパッケは知らないのである。レーダー X スウォードの威力を。ちょっと待って、嘘やろ。ベッド1枚で余裕って記事に書いとったです。これはヒラさん、激横案件ですね。ビビってムラガストスリルを吐くストロベリーパッケ。意地でも防御スタンスにしてエクリを使わない模様。お、持ち直したです。これは中間地点と噂の暗黒フューズまでいけるんとちゃうの。他の7人は知っていたのである。最初の爆発の位置が広すぎて暗黒フューズにたどり着くことができないことを。あれ、何があかんかったんや。その後も当時はなかなか広まっていなかった戦士のフォトン、突然の死によって苦しめられるストロベリーパッケ。これは味方の HP を1にする技、フォトンの栄翔完了後、ダメージ判定が起きる1秒間程度の間にディフェンダーからデストロイに切り替えると、ディフェンダー分のダメージをデストロイモードで食らって即死する現象である。タイミングがシビアすぎてなかなか見れるものではないのだが、そこはストロベリーパッケ意識せずに2回もやり遂げる。別の練習中のものをスローで見てみよう。フォトンの栄翔が完了、ディフェンダーからデストロイモードへ。 HP は 32,200 に減少し、叩き出されるディフェンダー時の 35,000 ダメージ、戦士は死ぬ。その通り。全く同じ映像を今度はスローなしで見てみよう。フォトンの栄翔が完了した後に、うん、奇跡としか言いようがない。しかも実装当時はとにかく HP を1にする技とだけ広まっていたので、パーティー全員が原因を突き止めることができず、なぜかヒラさんが悪いという結論で落ち着いたのだから悲劇と言えよう。この悲劇を繰り返してはいけないのだ。ヒラさん頼むで。おかしいな、ヘイト取ってオートアタックとかで死んでたんじゃないのこの選手。他にもさっさとワイプすればいいものを、なぜかプラズマシールドを攻撃し始めるストロベリーパッケ。おかげで貴重な映像が撮れたのは、他のパーティーメンバーに感謝しなくてはいけないだろう。あ、なんかすごい勢いで敵にバフつき始めてんけど、何これ、やばいやつちゃうん。中央 DPS チェック的な感じですから、壊せなかったらワイプになるように作られてるんじゃないですか。とっさにフォルム耐えてしまった。死ねばよかったって攻撃早く。何これ、こんなん死ぬやん。いや、だからですね。割と最初の3回で壊滅するのが定番になってきた頃、ようやく。これはクリアするの不可能なんじゃないか、という現実に目を向け始めていたのである。危ない、これ以上は無理だ。しかし、そんな弱り切ったストロベリーパッケを救ったのは、意外なコンテンツのおかげであった。うち、思うんやけど、多分ライト勢は3層クリアできないと思うんやけど、聖剣装備がマハで緩和されてからでええんとちゃう。いや、別にお姉ちゃんがやりたくないならやらなくてもいいよ。ほんまに、ならちょっと調子。でも、3層やらないならロードオブバーミニオンだよ。え？失敗の悔しさをバネに、何度も挑戦し続けるストロベリーパッケ。そしてとうとう、サブタンク最初の鬼門である、だるまさんがほとんどまでたどり着いたのである。オッケー、ナイス私。そしてレーザー X は頭割り。いやそしてだべ、うち何があかんごど手段だべな。まあ確かに、マクロに一人受けとは書いてませんでした。ストロベリーパッケ、挑戦、数十回目、三層。己の攻略と予習に限界を感じ、悩み抜いた結果、彼女がたどり着いた答えは、感謝であった。自分自身とプレイしてくれたパーティーへの大きな恩、自分なりに少しでも返そうと思い立ったのが、1日10回、感謝のギブアップ登場。15分過ぎ、ワイプし、コンテンツをクリック、ギブアップを押して、
解散。一連の動作を1回こなすのに、当初は5秒から6秒、10回投票するまでに、初日は4時間以上費やした。投票が終われば倒れるようになる。帰宅してまたログインする日々。1週間が過ぎた頃、異変に気づく。3回でワイプしていない。エイドファインダー後半練習で完全に浮かする。感謝のギブアップ投票、誰かがすでに押してくれる。代わりにフリーストーマレスを作る時間が増えた。柱の練習で自分が失敗しないとき、ストロベリーパッケはクリア目的で先待ちした。あかんな、やっぱり後半練習やと。いててここまでくらいで最後のサイコロにたどり着け。これはもうそろそろクリア目的にフェーズ移行してもいいかもしれん。練習したいのはサイコロの後やんか。まあ3回間違えないようになってきましたし、やってみていいんじゃないですかね。せやな、これワイプしたらクリア目的で参加してみようか。別にこのパーティーメンバーで攻略してしまっても構わんのですよ。何度も地面舐めたソムリエやから、もう積んでることくらい分かっとるで。希望に胸を膨らますストロベリーパッケ。しかしまだ気づいていないのだ。クリア目的の方が後半練習よりもひどいという現状に。一度クリア目的参加したらすぐクリアできるで。高4層の動画見ておいてもいいかもしれませんね。初めて高難易度コンテンツ制覇できるんとちゃうのこれ。もううちらエキスパートやんな。本当の戦いが今幕を開ける。そう、ファイナルファンタジー。今このエオルゼアに父さんがいる。あ、ちょっと友達なんか。ゲームの世界にもええ人おるんやな。まあいっか、稲葉さんになら行ってみよっかな。あの子で集うなら。また一緒に遊ぼう、父さん。ファイナルファンタジー14、光のお父さん。これ完成度高いな。高くない？何やってるんですか。早く3層チャレンジしてくださいよ。焦りは禁物、焦りは何も生まない。わかるかい。自分でもびっくりしたんやけど、クリア目的より後半練習の方が柱までいけんねんか。つまりレイドファインダーじゃかなり運が良くないとクリアなんて夢のまた夢ということや。じゃあどうするか。パーティー募集でしょ。あ、そっか。そんなわけで学者様のついでにミジンコ星児も出荷させてあげるパーティーという募集がたまたまあったので参加しました。最初のレフトハンド、ライトハンド、全てはこれを避けることから始まった。右は左に、左は右に、右腕が左腕のバンシーを思い浮かべながら眠っている最中もうなされる日々。しかしおかげで右は英語でレフトと即答できるまで成長しました。弾の判断も問題なくこなすことができ、この辺りはすでに楽勝。不安なところはサイコロと柱のみ。あとは EDD をボコボコにして終了。第1フェーズはスキル回しの準備運動といったところ。バックパックの破壊忘れもなく、この辺りは難なくクリア。第2フェーズは標準の種類と条件を覚えるところになっています。弾の種類が一つ追加され、今後は3種類の標準が光の戦士を攻撃し始めます。どの攻撃方法である標準なのか、名前だけで判断することができなくなっているので、基本的に画面に映った弾の映像で判断します。自分の失敗で味方を即死させてしまうこともあるので、ここをしっかり覚えなければ、3層の攻略は不可能となっています。綺麗な3回は見てても気持ちがいい。そこで自分が失敗するようならクリアは絶望的と思われるので、練習目的でないのであれば味方から諦められても文句は言えません。来た、サイコロ来た。最初の集中、集中やで。これでミスは許されんです。数番号の背後から幸運型の攻撃、偶数に向けて突進してくる。たったこれだけのことだけど、その時になるとドキドキしてくる。そんなキミックです。ここの攻略方法はネット上で激論になり、大きく2つの派閥に分かれようとしていました。二大派閥が争う中、私たち姉妹は両方覚えるという画期的なやり方で攻略することにしました。どっちでやるか迷った時はどっちも覚えればええねん、そっちのが楽やん。ふっふ、もはや線で繋がれてあたふたする私ではない。七時方向にきっちりと弾を置いて爆発させる。ベーサー X ソードはレンズ1枚でいいという書き込みも、その後に全体攻撃が来るまで回復余裕だから生きてればいいという意味だった。ブラバス余っとるから、ブラバス使えて殴ってれば、むしろ回復いらないんじゃないか状態にもなっとった。ヒットの前にフォーサイト使ってれば、次の EDD にもフォーサイト返ってくるから、二重にバス耐えても大丈夫そうやった。
おそらく、ブルースチェイサーの元になった、ファイナルファンタジー9の隠れ召喚獣、パークが使用する必殺技、暗黒の運命。これを過ぎると、いよいよ、アレキサンダー前方編、霊軸三層が目を覚まし始めます。ファイナルファンタジー14のエンドコンテンツは、基本的に、最初で覚えたものが後半に強化、もしくは複雑化されて帰ってきます。ファイトレフト、強靭、ポド、ダツマキ、リミッターカット、レーザー X、そしてインディード、ガザのオンパレード。そして、やることが少ない中で、一番フェーズが働く、それが第5フェーズ。3階からのリミッターカットが来る前に、ブルーズチェイサーの HP を 53% 以下にすることが最重要とされています。いった、キリ減らした。多分リミッターカット来ないはず。アルマさんが、ほとんど、死にませんでしたか。ここまで、ここまでは OK。集中、集中やんな私、集中。大丈夫、DPS は他の7人がどうにかしてくれてるはず。ギミック重視、通称ミミ重のストロベリーパッテ、リア重みたいに言わないでください。ここからは落ちる。 FF14 名物、落下時があり得る。そんなボンミスだけは絶対に避けな。ここまで落下という単語が名物になってくると、将来わざと落下するとマウントにでも乗って必要なギミックをこなしていく。通称ミソボンギミックとか出てきそうな勢いですよね。死ぬだけとかもったいないまであるな。ぜひそのギミックは龍さんにやっていただきたい。さすがは龍騎士、愛されています。次のギミックは二連勝陣、大玉かハンドル回しかの2択。これ私からしか見えないのですけれど、今ゲーム画面とは別に、別の画面では攻略サイトの上部手元にある iPad には攻略サイトの数が表示されていて、タイムラインカンニングしながらやってる姿がバッチリ見えています。余計なこと言わんでええから。次はレーザー X 大勝負。まだここまでは体験したことがある。3連回しミスってるから原初の魂使えないぞ。死にたいぞ。嫌でも死んだらダメだぞ。すごいバリア的なものを感じる。乗り切った。はい、こちらコードネームブルーハワイ。一般的にノラでやられてる、その方法、あれ、これもしかして吉田結構ね、難しいやり方しちゃってるかなっていうのは、まあ、そうだね、思ってます。あの、何サイコロを、ね、まあ、集めちゃって、でまあ、コイルに、まあ、コイルをある程度捨ててみたいな感じなんですけど、あれは、それで、ぶっちゃけ言うと、サイコロちゃんと8人でやって、当てない方が、DPS を、なんだろう、こう、伸ばす時間というか、攻撃してる時間が長くなるんで、そうね、なんかね、あれね、ちょっと、DPS レースの方法になっちゃってるんで、ちょっとつらいんじゃないかなっていう気がします。ただあれがこう今もう浸透してきちゃってるんで、結構難しいやり方だとは思います。はい、なのでギミック対処をちゃんとできる方はちゃんとギミック対処した方が多分クリアは早いんじゃないかなとは思うんです。以上、吉田プロデューサー兼ディレクターさんからの三層攻略に関する個人的なつぶやきでした。つまりどういうこと？喜んでください。もう DPS レースしか勝つ方法はなくなりました。なるほど、いつも通り了解やで。ここからは練習でもたどり着けなかった未知のゾーン、動画で見たことはあるけれど実際やるのは初めてです。EDD がショルダーアーマーで、コトンがビームセイバー、完璧ですね。アウェアネス使い忘れてますよ。柱大丈夫やんな。これ突き刺して崩壊と変わらんねんけど、アップで隠れてて耐久表示見えてませんが多分大丈夫でしょう。これを倒せばあと残ってる仕事は、ベーサー X スウォードを頭割りする仕事だけです。もうメインタンクさんの位置寄ればええんちゃうの。これ、ライト、レフト、あかんわこれ。右言われたら右避けるわ。敵の攻撃表示を強視しながらやれば間に合うでしょ。今まで散々やったんですから、スキル回しくらいの手が覚えてるでしょ。大丈夫、やと思うけど、マジでこの先覚えとらんで、一瞬の油断が命取り、カンニングでよそ見するのすら怖いんやけど、大丈夫です。私たちがやってきた、これまでの練習を信じてください。基本は全てどこかで体験しているはずです。それに、私たちの使ってる最強の職業は何でしたか？チラの職業は戦士や、タンクもこなし、DPS も出す、脳筋御用達の職業、戦士や。でもさっき3連テルクリに映ってましたよね。そのご質問に関しては、基本的に、世間が悪いとお答えしております。うちら戦士はやればできる、脳筋なんだから、うまくできなくてもそれは私のせいじゃない。うまくできないのは吉田が悪い。
形式は別にやらなくていい。ノーマルでいいよね。別のコンテンツだってあるし。振りをやるかやらないか、どちらを選んでも後悔するもの。どうせ後悔するのなら、チャレンジしようよ、虫釣りを。残り 3%。 何時、形式を恐れる中で、クリアできるかできないか。それは地面を舐めてきた者にしかわからない。あなたたちならクリアできる。エザー X スウォードは、頭割りー、よっしゃー。か、勝った。か、僕頑張りました。あなたは、エンドコンテンツの階段をまた一つ上がったのです。